フ705便ハイジャック未遂事件とは、1994年4月7日に、アメリカ合衆国のテネシー州メンフィスで発生した、ハイジャック未遂事件である。犯人は、フェデックスエクスプレスの社員で、フェデックスエクスプレス705便に便乗して、コクピットに侵入し乗っ取り、最終的には、フェデックス本社ビルに突入して自殺しようとしていた。 彼は機長らクルーを武器で襲ったが、反撃され乗っ取りは未遂に終わり、犠牲者はゼロであった。事件再現ずり軸20分後、コックピット外のジャンプシートに便乗していた犯人が、ギターケースの中に隠し持っていたハンマーと水中銃を持ち出し、航空機関士、副操縦士、機長という順番で後頭部をハンマーで殴出し、銃で脅して、コックピットから3人を追い出そうとした。 しかし、航空機関士が意識朦朧の中で銃を掴み、犯人がひるんだところを機長と航空機関士で押し倒した。頭蓋骨骨折の重傷を負った、副操縦士は元海軍パイロットであり、機体の限界までアクロバット飛行をして犯人を壁にぶつけたり転ばせるなど、機長と航空機関士を有利にさせるための操縦を続けた。だが、DC-10 は、 このようなアクロバット飛行に耐えられる設計ではないため、翼がガタガタ揺れるなど、空中分解してもおかしくない状態であった。犯人は頭を壁にぶつけるなどして一時的に意識を失い、その間に、クルーは犯人を拘束した。そして、傷が一番浅い機長が服装重視と交代して、着陸の準備に入った。705便が緊急着陸を指示された旧滑走路は、 貨物や燃料が満載で重く、速度も出ていた機体では、オーバーランの危険があった。機長は別の36リットル滑走路への着陸を要求し、数分後、705便は、計器が危険信号を発する中、燃料を捨てない状態で着陸し、滑走路の端ギリギリで停止した。着陸後、副操縦士が手配していた救護班が乗り込み、四人は病院へ搬送され、 犯人は逮捕された。奇跡的に死者は出なかったが、コックピット内部は血まみれになっていた。犯人の男は、元アメリカ海軍のパイロットで、空挺部隊員で武術のエキスパートであった。フェデックスエクスプレスに入社後、航空機監視として貨物機を操縦していたが、同社は飛行時間の報告に虚偽があったことから彼を、懲戒処分とすべく4月第2週に本社に呼び出す、予定にしていた。 犯人はパイロットとしてのキャリアが立たれることに強い危機感を持ち、解雇される前に自分のノルビンをハイジャックしてメンフィスのフェデックス本社ビルに衝突させ、本社ごと自爆しようとしていた。犯人はハイジャックを事故に見せかけ、従業員に対する250万ドルという莫大な保険金をフェデックスから家族に払わせる計画だった。彼は社員しか乗っていない飛行機なら、 ハイジャックを疑われることは少ないと考え、さらにハンマーなどの武器を選ぶことによりクルーの致命傷を墜落時の座礁に見せかけ、検視結果からハイジャック犯に襲われた痕跡が見つからないようになることを意図していた。最終手段として水中銃もギターケースに入れて持ち込んでいた。またコックピットでの乱闘が記録されないよう離陸前にサーキットブレーカーを落として、 コックピットボイスレコーダーを一度停止させたが、直後に航空機関士が再び起動させたため、当時の会話はボイスレコーダーにすべて記録されている。彼はハイジャックのために目星をつけた便にパイロットのふりをしてジャンプシートに乗り込んだ。正規のクルー以外のパイロットが便乗するのは実際は車速違反だが、車内ではパイロットのデッドヘッドは珍しくなかったため、 彼が怪しまれることはなかった。事故後、修理され復帰した、事故期逮捕された社員は、裁判において、心身耗弱による責任能力の不十分を主張したものの、翌1995年8月15日に、殺人未遂とハイジャック未遂で、終身刑の判決を受け、収監された。基長、服装自由航空機関士は、1994年5月26日、 勇気を称えられ、航空乗員組合より民間機パイロットの最高栄誉である金メダルを表彰された。しかし、事件で受けた傷の後遺症のため復職することはできなかった。ハイジャックに遭遇した機体は、MD-10 への回収、再塗装の後、2019年12月現在も同社で活躍している。 ハット ABCHTTP コロンスラッシュスラッシュ w w w t, t a l t i l s t r i k e c o m スラッシュ 070494.htm ありがとうございます。